どうもこんにちは。今日はですね、前回に引き続いてルミノシティマスクのお話をしたいと思います。前回はですね、フォトショップの中で、特にプラグインとかは使わないでどうやってルミノシティマスクを作るのかっていう実際のね、やり方について説明をさせていただいたので、もしね、そちらの方を見てないっていう方とか、そちらの方に興味があるよっていう方はそちらをご覧ください。で、今日はですね、前回の作業はね、そうは言っても結構時間がかかって手間もかかるので、毎回やるのは大変だっていう方のために、僕の方でフォトショップアクションを用意しましたので、そちらをね、ダウンロードして使っていただくっていうようなお話になります。ちょっとね、言い忘れたんですけれども、今回はアクションを使ってルミノシティマスクを自動化して簡単に作るっていう方法を説明するんですけれども、ルミノシティマスクを使った応用、実際にどうやって使っていくのかってことに関しては、かなりね、幅広くなってくるので、別の動画にした方が分かりやすいかなと思うので、次回以降ね、いろいろ紹介していきたいなと思っています。前回作ったこのね、ルミノシティマスクはね、ちょっとせっかく作ったんですけれども重複してしまうので一旦消します。これマスクをね、消すときはまとめて消せないっていうのがあって、ちょっと後でもそこには触れるんですけれども、こんな感じですね。レイヤーにしても、このチャンネルにしてもね、この右下のゴミ箱のマークのところにこうやってね、持っていってあげることによって消すことができます。こんな感じですね。はい、今回もですね、動画の概要欄のところに、リンクを貼ってあるので、そこからアクションのファイルをダウンロードしてください。注意していただきたいんですけれども、今回のルミノシティマスクのアクションに関しては日本語バージョンと英語バージョンでちょっと中身が違ってきているので、フォトショップを日本語環境で使われている方はこのね、最後が JP ってなってるこちらのファイルを使っていただきたくてですね、でもしね、英語環境で使われているって方がいらっしゃいましたら、こちらのね、 EN っていうこちらのファイルを使ってください。で、今、僕はですね、日本語環境を使っているのでこちらのファイルを使います。はい。で、アクションは、前回前々回と同じようにですね、こちらのウィンドウからこのアクションを開いていただいて、このパネルの右上のこの詳細メニューのところからアクションを読み込みっていうところがあるので、こちらをクリックしてください。はい。で、先ほど言ったようにこの JP っていう方ですね、MI ルミノシティマスク JP っていう方を選んでいただいて、これを開いてください。そうすると、ここに、MI ルミノシティマスク JP っていう、アクションが読み込まれています。この状態でですね、この上の方が、ルミノシティマスクを作成しますという方のアクション。で、先ほど、マスク消してる時に一個一個ね、こう消してたんですけど、あれ実は全部まとめて消すというのができなくて、一個一個消さないといけないんですけれども、その作業は結構めんどくさいので、このね、デリートマスクっていうのは、作ったマスクを全部消すよっていうアクションになっています。まあ、早速やってみます。ルミノシティマスク JP っていう方のね、こちらの方を選んでいる状態で、この再生ボタンを押していただくと、はい、こんな形で自動的にね、先ほど作ったようなマスクが作られています。続いてこちらのね、デリートマスク JP っていう、これはね、マスクがここにある状態で使っていただきたいんですけれども、作ったマスクが表示されているある状態でこちらを選んで再生ボタンを押していただくと、マスクが全部消えるというような形になっています。まあ、英語環境の方もね、同じような感じで、アクションパネル開いていただくと、ここはですね、ロードアクションみたいな感じになってまして、まあ、同様に使っていただければいいかなというふうに思っています。アクションの使い方の説明をしました。ということで、次回以降の動画では、実際にルミノシティマスクを使った、編集の仕方、レタッチの仕方っていうのをね、また説明していきたいと思いますので、その時はよろしくお願いします。今回も動画を見ていただいてありがとうございました。ではまたね、次の動画でお会いしましょう。ではでは。